名人。名人は、優れた技能を持つ騎士に対する継承。江戸時代から昭和初期にかけては、名人は天下に一人と定められていた。現代では、囲碁の棋戦の一つである名人戦に優勝した騎士に、贈られるタイトルとなっている。名人の子は、織田信長が、一世、本因坊本因坊三三、日海の囲碁の腕を叩いて、そちは、 マの名人なりと商用されたことに由来していると、される。ただし、証明する資料は、一切なく、また、三者の師匠の戦なりも存命であり、若干20歳の三者が、名人と呼ばれたとは信じがたいとの主張もある。鎌倉時代の日中歴にはすでに、囲碁と総録の名人についての記述がある。また、小鉄物語にも、名人の要例がある。後に、 戦業将棋騎士も囲碁に習い名人という称号を使い始めた。江戸時代、名人は幕府の家元制度の下で囲碁界を統括する立場として確立した。名人の地位についた者のうち自社奉行から許しを得て、碁界の取りまとめ役となった者が名人後どころ出る。名人後どころは騎士すべての団員認定権を持ち、囲碁界の最高権力者であった。この地位をめぐり、 数々の首都を暗党が繰り広げられた。江戸時代から昭和初期に至るまでは九段が即名人を意味しており、天下にただ一人だけと定められていた。また、八段は純名人、七段は上手と呼ばれた。名人後どころ不在の際は本因坊家が五か、将棋家の取りまとめ役を務めていた。1924年に日本棋院が設立されてからは、 大手合による弾位の認定が行われるようになり、本因坊秀才名人引退後は、球団と名人の地位は別のものと定められた。本因坊秀才名人引退後、本因坊の名跡は本因坊戦に継承されていたが、名人の地位については決まりがついていないままであり、大手合による球団商談者が出たことでも、その意味を明確化する必ず性があった。 将棋界では名人戦が創設されて人気を博しており、当然以後においても同様の形式が期待されてもいた。1934年、東京日日新聞主室の安倍晋之助が以後及び将棋の実力名人戦を企画し、1935年に将棋の名人戦が開始したが、以後は本因坊主催の意向もあり本因坊戦とされ1939年に、 開始した。これは、坂口安吾の論評、後にも名人戦作れ、1949年毎日、新聞大阪版にも現れいる。日本起院では1949年の日本起院移行規約に、名人規定を盛り込んだ、本因坊経験者、2大くらい9段、37段以上と18局打ち平均65点以上、という3条件を満たしたものが、さらに、 名人選考委員会にて合格したものを推挙するとされたが、具体的な規制などは定めず、実際に当時の大一人者と目される読売新聞食託の後、制限を加え規制の実現は難しい状況でもあった。1951年、朝日新聞は、合制限、藤沢倉之助、橋本太郎、北に実による四競争派戦を企画したが、 立ち消えとなる。1952年に朝日は大手愛を発展させて、将棋と同様の順位戦制度による名人戦を企み、合成源にも出場の承諾を得て契約金1000万円を提示した。日本棋院では、障害担当理事の高川角がこの推進役だったが、北に実るの名人は作るものではなく、 自然に生まれるまで待つべきものといった反対論も根強かった。岸全員による評議委員会では一票差で賛成多数となったが、僅差であることを懸念した高川が理事長の三好秀行と相談の上、デコを撤回し、高川ら賛成派理事は辞任した。また、朝日側の根回し不足から関西議員も不参加を表明。朝日はついに断念し、朝日、 毎日、読売の新聞3社と日本記院で名人戦の故障は使用しないことなどを申し合わせた。朝日はこの代わりとして1953年から最高位戦を開始した。一方で、1956年まで5制限の10番号を開催していた読売新聞社も1957年に実力陣を決めると歌った日本最強決定戦を開始した。 その後日本金では物価上昇に比べて寄選契約金が増えず、また棋士の増加もあって財政難となりつつあった。1960年に障害担当理事となった藤沢秀幸はこの解決策として名人戦創設を計画する。藤沢はこの年の本因坊戦の挑戦者となるが、対局料が一局6万円という安さだったのも、その意識に拍車をかけた。 当初、朝日新聞に提案したが、交渉はうまくいかず、ついで読売新聞と交渉して契約金2500万円で、話をまとめ、岸総会でも70対4の圧倒的多数で、承認された。こうして、関西近所属岸やご制限も参加する、名人戦が、読売新聞の主催で創設された。しかし、朝日新聞はこれを機に、大手愛、 最高位決定戦のスポンサーを降りることとなった。名人戦スタート当初には、橋本宇太郎らの10番後の覇者である、5制限を初代名人に衰退して始めるべきだとの声もあったが、結局5制限を含めた当時のトップ騎士13名による大型リーグ戦で、大規名人戦を開催することとなった。1961年から1962年に、 かけて行われたリーグ戦では、最終戦で、藤沢秀幸、9勝2敗、5制限、8勝3敗、坂田坂尾、8勝3敗の3者による優勝争いとなった。藤沢は、最終局、橋本昭治に敗れて9勝3敗で、リーグ戦を終了し、藤沢が、プレーオフに向けて、英気を養うため酒を飲みに行っている間に、坂田呉戦、 黒番坂田、白番暮れは終盤暮れの猛追により、事後の終局となった、コミはゴ目モクであった。名人戦の規定では、事後は白勝ちとしていたが、通常の勝ちより劣ると定められていたため、九勝三敗の同率でありながら、藤沢がこう、反省上回る形で、初大臣になった。藤沢は、生涯担当として、名人戦設立にあたり、 自ら名人位を支中にするというドラマチックな幕切れであった。第2期名人戦では、坂田坂尾本因坊が藤沢秀行を破り、名人本因坊の称号を手にする。この時最終第7局での120手目の覗きは、天雷の妙子と呼ばれ、名人くらいの行方を決定づけた一着として有名である。坂田は第3期も防衛の後、 1965年代4期には23歳の林美穂が挑戦者となる。予想は当時前世の坂田が圧倒的に有利であり、坂田は7番勝負1曲目に勝った後、20代の名人などありえないとの発言も出た。しかし林はその後盛り返して4勝2敗で名人くらいとなり、一大センセーションとなった。林は1968年に本因坊位も奪って、 名人本因坊となり、坂田はじめ教時代はここに終焉した。続く1968年の名人戦では、53歳の高川角が林から名人を奪い、不死鳥と呼ばれる。1973年には、石田義男本因坊が林に挑戦し、三連勝と一気に林を土俵際に追い込んだ。しかし第四局、林は驚異の粘りで事後勝ちに持ち込むと、 あと3番を制して防衛。3連敗4連勝は7番勝負史上初であった。しかし翌年は、石田の再挑戦に敗れ、石田が、名人本因坊となる。この間林は、連続10期名人戦7番勝負の舞台に登場し、挑戦した時はすべてダッシュを果たすなど、名人戦男の名を欲しいままにした。旧名人戦最後の、第14期には、 石田の兄弟子、大竹秀夫が挑戦者として登場、タイトルを奪取した。一方で、名人戦の契約金は高度成長期にあって1970年まで変わらず、74年でも2750万円に止まっていた。日本企員はこの状況を打破するため、1974年12月3日に読売新聞に対して、名人戦契約を14期で打ち切ると、 通告、ついで12月12日に、朝日新聞と1億円の契約金で、第15期以降の仮契約を交わす。これに対し読売新聞は、朝日以上の契約金で、日本記院に再交渉する。日本記院では当初は、朝日遺憾に対して、騎士180人中反対者2人のみだったが、読売支持も増え始めて混乱し、理事会は、総辞職する。 しかし選挙による新理事選出では、朝日派8人、読売派3人となった。読売は1975年7月26日に、名人選の契約を求める仮処分を申請、8月21日に本訴訟を起こす。また読売及び朝日を除く、各マスコミでは、日本記院を批判する論調であった。しかし裁判は、日本記院有利に進み、 12月10日に日本棋院顧問の岡田義一による圧戦案名人戦は朝日と契約、読売は序列第1位の新棋戦、最高棋士決定戦、棋聖戦を新たに契約、岡田志案により、読売と日本棋院は和解することとなった。この一連の経緯は名人戦騒動と呼ばれている。この騒動は当時朝日と契約していた将棋の名人戦の契約金問題。 囲碁同様、長く契約金が据え置かれていたにも波及している。朝日新聞主催となった新名人戦で当初活躍したのは大竹秀夫であった。林美穂との戦いは竹林の名勝負と呼ばれ、ファンを沸かせた。大竹は旧名人戦十四期から六期連続で七番勝負に出場、名人戦男と呼ばれることになった。 その大竹から名人を奪ったのは弟、弟子、蝶智君であった。蝶は第六期、1980年24歳の若さで名人を奪取し、祖国韓国で囲碁ブームが巻き起こるきっかけを作った。1983年には既成、本因坊と合わせ、史上初の大みかんを達成する。1984年の第九期、蝶は、 大竹秀夫に三連敗後四連勝して、前人未到の名人後連覇を果たし、初めて名誉名人の資格を得る。しかし六連覇がかかった1985年、第10期に小林光一が悲願の名人ダッシュ。ここから超、小林の各地区時代が本格的に幕を開けた。1986年の第11期には、 加藤昌夫が1981年以来二度目の挑戦にして初の名人ラッシュ。翌年も林美穂相手に防衛を果たし、七大タイトルのうち四冠を制する。しかし1988年、小林が再び名人ラッシュ。ここから小林の長期政権が始まる。中でも1992年代17期の兄弟子大竹秀夫挑戦者に迎えての 第七局では、終盤まで劣勢であった小林が寄せで、割り込みの手を放ち逆転に成功。この一局は、名人戦士上に残る名勝負と言われる。これを含め、大竹は、超、小林に、計六度挑戦を果たしているが、ダッシュは果たせなかった。1995年の第20期、小林の8連覇を阻んだのは、かつて、石田、加藤と共に、 北に三馬ガラスと呼ばれながら、名人戦に縁のなかった竹宮真っ先であった。この第五局、竹宮は攻め合い負けと見えた石を第一戦、曲がりの妙手で逆転。小林は局後に恐ろしいものを見たと何度も埋めえたと言われる。この壺根も、名人戦史上に残る一番として名高い。しかし翌年には、天敵、長智君が12年ぶりに、 名人戦の舞台に登場、四から二で竹宮を下して、名人復帰を果たした。長は、以後四連覇、再度の大みかも達成し、第一人者の貫禄を見せつけた。2000年の第25期には、与田則リモトが二度目の挑戦で長を四から零で下し、タイトルを奪取した。これにより、名人位は、23年ぶりに、北に初め門の手から離れることとなった。 ヨダは、長の二度にわたる、リターンマッチ、史上最年長での挑戦となった、林美穂などを撃破し、四連覇を果たす。2004年、挑戦者としてチョークが登場。ヨダを下し、24歳の若さで、史上五人目の名人、本因坊の地位についた。さらに2006年には、高尾真嗣が、リーグ初参加初挑戦、史上初。このシリーズ第曲は、 高争いに次ぐ高争いとなり、364手という激闘となった。これを制した高尾はその勢いのまま名人を奪取し、史上6人目の名人本因坊となる。しかし翌年にはチョークがすかさずこれを奪回2008年には、史上最年少19歳で名人戦挑戦者となった井山優太を迎え撃ち、4から3で防衛。翌年には名人含め、 現行七大タイトル史上初の五冠を達成した。しかし2009年、イヤマ・ユタはリーグ戦を8戦全勝で勝ち上がり、前年に続き挑戦権を獲得。その勢いのまま4から1でチョークを撃破、史上最年少で名人の座についた。なお、20歳4ヶ月での獲得は、七大タイトル戦でのタイトル獲得の最年少、記録でもある。イヤマは、翌年も、 高尾真次の挑戦を4から0のストレートで退け、若き実力者として君臨した。2011年、山下慶吾が8年ぶりに7番勝負に登場。井山を4から2で破って、初の名人位を獲得するとともに、史上7人目の名人本因坊となった。翌2012年は、井山とのプレイオフを制して、羽根直樹が名人初挑戦を果たしたが、フルセットの末に、 山下が防衛を決めた。2013年の第38期には、井山優太が挑戦者として再登場4から1で山下を下し、36期の雪辱を果たした。翌2014年には7番勝負初登場となった河野林が挑戦者となるが、井山は4から2のスコアで勝利2連覇となった。2015年にも、井山は高尾真治を ストレートで下し、その勢いのままに2016年には史上初の七冠独占を果たす。しかしこの年の第42期名人戦では、高尾が4から3で名人員を奪取して、井山のタイトル独占を切り崩してみせた。2017年、井山は高尾に奪われた名人以外のタイトルをすべて防衛し、名人リーグも8戦全勝で勝ち上がって挑戦権を獲得。 七番勝負では高尾4から1で下し、再度七冠王に君臨した。これらの功績により、井山は2018年に囲碁界では初となる国民栄誉賞を受賞した。無敵とも見えた井山だが、2018年の第43期にはチョークが1勝3敗から後を連勝し、10年ぶりの名人奪回を果たした。 1961年より、読売新聞主催で始まり、1976年からは、朝日新聞社主催で開催されている。読売新聞時代の名人戦は、旧名人戦と呼んで区別されている。現行の名人戦は遺憾後新たに、第一期からカウントしているが、旧名人戦最後のタイトル者、大竹秀夫は、遺行時にもその地位は持ちされ、現行名人戦の、 第一期に挑戦者を迎えることとなった。なお、名人を冠した棋戦は他にもあり、日本には十段戦の前身となった、早碁名人戦、女流棋戦の女流名人戦などがある。また、韓国、中国、台湾にも同盟の棋戦がある。9人が参加するリーグ戦を行い、1位になった者が、タイトル保持者と挑戦手合七番勝負を行い、 優勝者を決める。優勝賞金は3700万円。七番勝負は、例年9月から11月にかけて、持ち時間8時間2日制で、全国の高級ホテル、旅館を舞台として開催される。リーグは、予選トーナメント勝ち抜き者3名、前期からの残留者5名、七番勝負敗者1名から、なる。名人リーグは、本因坊リーグと並んで、 黄金の椅子とも呼ばれ、この三大リーグに参加することが一流騎士の証とされている。六段以下の騎士が名人リーグ入りを果たした場合、七段に昇段する。またリーグに優勝して挑戦権獲得が決まったら八段に、さらに名人位を奪取した場合九段へ昇段する。二千十八年第十三期現在名人を五連覇、または通算十期以上獲得した騎士は、 引退後または六十歳以降に、名誉名人となる資格を得る。二千十九年現在、名誉名人の称号を持つのは、長智君、小林光一の二人で、小林は六十歳を迎えた二千十二年より、長は二千十六年よりそれぞれこの称号を名乗っている。終身名人制は、江戸時代から本因坊秀裁の引退まで続けられた。ただし、安井さんちは、 生前の1675年に名人を返上している。また、将棋と比べると、名人空位の期間が多く、名人空位の期間は、本因坊家が、ご将棋家の取りまとめをしていた。そのため、終身名人の人数も少なくなっている。さらに、将棋の場合は、零零余名人と、終身名人になった台数で呼ばれることが多いが、以後の場合は、 終身名人の台数で呼ばれることは少ない。はそのシリーズの勝者から見た、勝敗、編みかけは前のタイトル保持者。無は、無勝負、詳細は後日。は、タイトル獲得者、は挑戦者か前タイトル保持者。1976年以降の名人リーグ。順位は前年リーグ成績が反映された序列。6位までが前回のリーグ残留者。 7位3人は予選トーナメント勝者。名人位は前期の名人獲得者は。はタイトル挑戦権獲得者は。はリーク陥落。P はプレイオフ。名人戦が読売から朝日に移った1976年に朝日新聞は臨時棋戦として8競争派戦を開催した。出場棋士は前期名人、王座の大竹秀夫。 本因坊石田義雄、十段、林美穂、天元、藤沢秀行、NHK 杯、坂田坂尾、早子選手権、橋本昌司、プロ実決戦、長池くんのタイトル保持者、及び橋本宇太郎の8名で、トーナメント戦形式で行い、決勝は3番勝負。当時19歳で、前年に最年少タイトル獲得をしていた、長池くんが優勝した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。